ダイロン・アスプリージャは、コロンビア出身のサッカー選手。ポートランド・ティンバーズ所属。ポジションは FW。アトレティコ・ナシオ・ナルのユースでは、エド・ウィン・カルド・ナラと共にプレーした。アリアンサ・ペトロラでは、主力としてゴールを量産し、その活躍から、海外のいくつかのクラブの注目を集めた。2014年12月8日、メジャーリーグサッカーのポートランド・ティンバーズに移籍。 二シーズンで45試合4ゴールを記録した。2016年6月30日、コロンビアのミジョナリオス FC にレンタル移籍。7月9日、インデペンリエンテサンタフェとの首都ダービーで40分にこの試合唯一のゴールを決めた。2017年1月20日、フロリダカップの試合に出場した後、クラブとの契約を解除した。2017年1月、 ポートランドティンバーズに復帰。3月25日のコロンバスクルー戦で復帰後初ゴール。結果は3から2の敗戦だった。2018年11月8日、MLS カップ準決勝のシアトルサウンダーズ FC 戦で93分に PK からゴールを決め、続く PK 戦でも最終キッカーとして PK を決めてウェスタンカンファレンス決勝進出に貢献した。 ありがとうございます。